京セラドーム大阪からお伝えしてまいります。セリーグ公式戦、阪神タイガース対読売ジャイアンツの1回戦です。解説は西俊久さん、里崎智也さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。ここまで非常にいいチーム状態で来ています。今日の試合も期待できそうですね。そうですね、こうなるとですね、どういう勝ち方をするか、そういったところでしょうね。そうですよね、ぜひ注目してみたいと思います。1回の裏、タイガースの攻撃です。タイガースはご覧のようなオーダーとなっています。一方、守りますジャイアンツはご覧のような守備陣です。ジャイアンツマウンドに上がるのは先発の古川。さあ、タイガース打線はどうやって攻略していくんでしょうか。注目の立ち上がりです。バッターは真由美。ここ3試合連続で複数安打を放っています。打撃好調です。このところ状態はいいようですね。期待しましょう。相手を0点に抑えて、これから1回の裏に移ります。初球ストライク。さて、この真由美、バッターとしてはどういう特徴がありますか。非常に柔らかいバッティングで、どの方向へも強い打球が打てるんですよ。そうですか。次が4球目。打ちました。吉川、これで4試合連続安打。ノーアウトランナー1塁です。バッターは2番に入っている松永。前回のゲームはホームラン2本を含む猛打賞を記録しています。ヒットでランナーを1塁に置いています。中途半端なバッティングで併殺するのだけは避けたいですね。打ちました。伸びていく。どうだ。入れば先制。そのままスタンドに入りました。先制のツーランホームランです。タイガース、これで4試合連続のホームラン。低めでしたが、しっかり引っ張った当たりはスタンドまで届いています。タイガースが先制しました。2対0になりました。いや、完璧に捉えました。見事なホームランです。そうですね。今のバッティングご覧いただきましょう。初回での一発、この試合の行方を左右するような大きな一発となりそうです。さあ、バッターはバース。この打席でホームランを放てば、今シーズン10本2桁へ乗せることになります。初球ボール。内に持ってきました。ボール先行です。ここはもう狙いを決めて、それが来たらフルスイングですね。なるほど、そうですか。スライダーできました。ツーボールツーストライクです。さあ、仕留められるか。打った。大きな打球になった。これはどうか。右中間を深々と破るヒットになりました。バッターランナーは二塁まで進みました。これで3連打。ノーアウトランナー二塁です。さあ、タイガース追加点のチャンスを迎えています。早いうちから差をつけておきたいですね。なるほど、そうですね。そして彼はどの方向にも強い打球を打てますから、甘く入ってきたら仕留めてくれるんじゃないですかね。はい。さあ、このチャンスしっかりものにしておきたい。初球打ち、伸びていく。どうだ。入れば貴重な、入った。ホームラン。ツーランホームランが出ました。これが通算100号のメモリアルアーチ。初球でした。前でしっかり捉えた打球はスタンドまで届いていきました。追加点が入りました。タイガース、4対0。いや、早い打球でしたね。あっという間にスタンド。ここでプレーを中断しまして、花束が授与されます。いや、西さん、素晴らしいホームランでしたね。ここまでいろんなことがあったはずですからね。喜んでるでしょうね。はい、これも日々の練習、経験の積み重ねということなんでしょう。打席には5番バッター石峰。前回のゲームでホームランを含む5安打の大活躍でした。しっかり打点を上げていい働きしましたよね。はい。
さあ今日も好調を維持していけるんでしょうか。タイガースホームランで得点を挙げています。いや西さん、素晴らしいホームランが飛び出しました。いや本当いいバッティングしましたよね。そうですね、この勢いをこのまま続けることができるか。3球目打ちました。大きな打球になった。ぐんぐん打球が伸びている。伸びてレフトが追いかけますが頭を越えました。バッターランナーは二塁まで進みました。これで5連打。ノーアウトランナー二塁です。さあそしてバッターボックスにはオマリー入っています。さあ追加点の欲しい場面、まあ早いうちから点差があると楽になりますから、ここも期待したいですね。うん、なるほど、そうですよね。打ちました。高く上がった。ぐんぐん打球が伸びている。伸びて右中間破っていきました。セカンドランナーホームイン。バッターランナーは二塁でストップ。タイガース1点追加します。センターオーバーのタイムリーヒット。5対0、タイガースリードを5点に広げています。打順は7番和田。まあ序盤でここまで点差が開きましたけど、まだ何があるかわからないんで手を緩めずにいってほしいですね。さあ序盤から大きな差をつけていますが、攻撃の手は緩めません。甘いコースでしたが見送っています。打った、伸びていく。どうだどうだ、フェンス直撃。セカンドランナー三塁回ってホームを狙う。セカンドランナーホームイン。バッターランナーは二塁でストップ。タイガース1点追加します。フェンス直撃のタイムリーヒット。6対0になりました。タイガースリードを6点に広げています。抜けたような感じになりました。大きく外れます。打ちました、痛烈な打球。切りました、ファールボールです。まあここは甘いボールを逃さず打っていきたいですね。なるほど、さあバッターは何を待っているか。切りました、ファールボール。危ない球です。平行カウント、引っ張った、高いバウンド。サード取った、一塁へ。アウト、ワンアウトです。さあバッターボックスには先発の西が入ります。まあここで追加点が入れば自分が楽になるわけですから、このチャンスは生かしたいですね。うん、そうですね。さあ追加点、初球打ち。セカンドランナー三塁を回った。二塁へ送球。セカンドランナーホームイン。バッターランナーは二塁でストップ。タイガース1点追加します。7対0、タイガースなおもチャンスです。打順はトップに帰って真由美。さっきはしぶとい内野安打でしたよね。やはり足が速いと有利ですよね。そうですよね。タイガースこの回は打者一巡の猛攻となっています。はい、高めのボール、この打球は落ちるか。どうだ、ヒットになった。バックホームする。これで4試合連続のマルチヒット。ワンアウトランナー三塁一塁。いきなり牽制、ランナー挟まれた。二塁送球、タッチはアウト。これで2アウト。牽制でアウトを取られました。これが初球、抜けたような感じになりました。大きく外れます。痛烈な打球、スタンド一直入った。ホームラン、ツーランホームラン。これで2打席連続のホームラン。真ん中に入ってきたストレート、しっかりと引っ張ったあたりはフェンスを越えていきました。追加点が入りました。タイガース9対0。いや完璧に捉えました。見事なホームランです。そうですね、ここは当然という交代でしょうか。ジャイアンツピッチャーを変えます。マウンドに上がるのは2番手の高木。さあマウンドを任されたのは高木、今シーズン2試合目の登板です。今の球は打っていかないといけませんね。まあやはりピッチャーの代わり。打ちました、浅いフライ、ヒットになりました。これで4試合連続のマルチヒット。2アウトランナー1塁。打順は4番掛布。先ほどの打席でツーランホームランを放っています。頼もしいバッティングでしたよね。ここは気持ち的に余裕があると思いますけど、緩めず
にどんどん行ってほしいですね。そうですね。ヒットでランナーを一塁打ちました。これはどうか、センターに抜けました。ファーストランナーセカンド回って三塁に向かう。タッチはアウト。これで3アウト。しかしこの回タイガース3本のホームランが飛び出しました。2回の裏タイガースの攻撃、バッターボックスには5番石峰。先ほどの打席でセンターへのツーベースヒットを放っています。タイガース内野を抜けていきます。これで4試合連続のマルチヒット。ノーアウトランナー1塁です。打順は6番オマリー。先ほどの打席でタイムリーツーベースを放っています。引っ張った、ライン際フェア、フェアです。ファーストランナーセカンド回って三塁に向かう。これで2試合連続のマルチヒット。ノーアウトランナー三塁一塁。引っ張った、さあどうだ、ワンバウンドヒットになりました。ファーストランナーセカンド回って三塁に向かう。バッターランナーは二塁でストップ。タイガース1点追加します。目の覚めるようなタイムリーヒット、10対0タイガース。なおも三塁二塁のチャンスです。打席には1番バッター梅野。打った、センターに強い打球。センターバック、センターバックする、センターオーバー。サードランナーホームイン。そしてセカンドランナーも三塁回って今ホームイン。タイガースが突き放します。センターオーバーのタイムリーヒット12対0タイガース。なおもチャンスです。打ちました、痛烈、これはどうだ、ヒットになった。三塁を回っていく、セカンドランナーホームイン。バッターランナーは二塁でストップ。タイガース1点追加します。13対0タイガース大量リードとなっています。打順は1番に帰ります、バッター真由美。今日はここまでマルチ安打を記録しています。いいですね、今日は調子が良さそうですね。すさまじい集中力を見せています。早くも先発全員安打です。いや、兄さん、打線は絶好調ですね。まあ、こうなってくるとね、チーム全体が乗ってきます。打ちました、高く上がった、レフト下がっていく、下がっていく、レフト深いところ破っていきました。セカンドランナーホームイン。タイガース1点追加します。レフトオーバーのタイムリーヒット14対0タイガース。なおもチャンスです。見送ってまずはストライクです。打ちました、セカンド取った、一塁送球アウト。際どいタイミングでしたが一塁アウトです。打席には3番バッターバース。今日はここまでマルチ安打を記録しています。当たってますね。ここも打って猛打賞といきたいですね。すさまじい集中力を見せている。2球目打ちました、この当たりはどうか、このフライはどうだ、落ちるか、取ります、タッチアップ。サードランナースタートを切る、サードランナーホームイン。タイガース1点追加します。犠牲フライを決めてきました。15対0タイガース。ちょっと一方的になっています。バッターボックスは4番掛布。今日はここまでホームランを含む2打数2安打マルチ安打を記録しています。いいですね、今日は調子が良さそうですね。すさまじい集中力を見せています。追い込まれました、ワンボールツーストライクです。体に近いところ打ちました、これは浅いフライ、ヒットになった。これで4試合連続の猛打賞、2アウトランナー1塁。5番バッター石峰、今日はここまでマルチ安打を記録しています。今日は調子が良さそうですね。打ちました、いい当たりだ、大きな打球になった、レフト入りました、ホームラン、ツーランホームランが出ました。これで4試合連続のホームラン。初球でした、しっかりと引っ張った打球はファンの歓声とともにスタンドに入りました。いや、完璧に捉えました、見事なホームランです。そうですね、バッターボックスには6番オマリー。今日はここまでマルチ安打を記録しています。今日は調子が良さそうですね。さあ、打ちました、打った瞬間確信したか、ぐんぐん突き刺さった、ソロホームランが出ました。これで2者連続のホームラン。三塁キャンパス回ってホームに帰ってきました。
いや完璧に捉えました。見事なホームランです。そうですね、ピッチャーはちょっと苦しくなってきたでしょうか。バッターボックスには7番和田、先ほどの打席でタイムリーツーベースを放っています。いや勝負強かったですよね。ここは気持ちも打ちました。レフト下がっていく下がっていく、ボールはフェンスまで到達しました。打ったバッター一塁蹴って二塁に向かいます。バッターランナーは二塁到達。これで3試合連続の猛打賞、ツーアウトランナー二塁。さあマウンドに上がったのは田原、今シーズン2試合目の登板です。さあ初球は何か、見送ってまずはストライクです。打ちました、痛烈、切りました、ファウルボールです。ドカーンと大きな当たりです。高く上がった、突き刺さった、ツーランホームランが出ました。これがチーム6本目のホームラン。追い込まれてからのストレート、きっちり捉えた当たりはフェンスを越えてスタンドへ。追加点が入りましたタイガース。いや完璧に捉えました、見事なホームランです。そうですね、ピッチャーに打順が回って先発の西が打席に入ります。さっきはいいところで打ってたんで気持ちよく打席に立ってるでしょうね。そうですね、しましたよね。アウトロー際どいところわずかに外れました。ボールになります。打ちました、浅いフライ、変化球に泳がされて取りました、アウト。しかしこの回タイガース3本のホームランで追加点を挙げています。タイガースのリード広がっています。西さん、今日は打線が非常に頼もしいですね。ご覧になっていかがですか。いや本当ですね、今日は面白いように打ててるんじゃないですか。そうですね、この後もどんどんとヒットが出る、そんな予感です。ここはゾーンを広げて狙っているでしょうね。なるほど、そうですか。ジャストミート、伸びていく、このフライはどうだ、落ちるか。変化球を打っていきましたがセンター掴んでワンアウト。バッターボックスには2番松永、今日は2本のホームランを放っています。田原、まずは先頭バッターを打ち取っています。切りました、ファウルボールです。次が2球目、打ちました、これは大きい、伸びていく、外野へまだ伸びている、ライト深いところ破っていきました。バッターランナーは2塁到達、これで4試合連続の猛打賞、ワンアウトランナー2塁となりました。初球は何で来るか、まずは変化球、2球目は何で来るか、カットボール、ここは見ます。3球目は何で来るか、内へ、これは決まった、ワンボールツーストライクと追い込んでいます。引っ張った、ライトへ打球伸びる、ここはフライになっています。ライト、セカンドランナースタートを切る。バッターボックスには4番掛布、今日はここまでホームランを含む猛打賞を記録しています。いや固め打ちですね、当たってますよ。凄まじい集中力を見せています。ツーアウトランナー3塁です。空振り三振、ランナーは動けませんでした。スリーアウトチェンジ、タイガースサードランナー残塁に終わりました。タイガース今日はバッティング絶好調、この打席でスリーベースヒットが出ればサイクル安打達成となります。やっぱりスリーベースが一番難しいですよね。打力だけでなく足も必要になってきますからね。そうですか、さあこの場面でサイクルヒット達成なるんでしょうか。今日はバッティング絶好調、この打席でスリーベースヒットが出ればサイクル安打達成となります。高く上がった、ぐんぐん打球が伸びている、伸び入った、ホームラン、ソロホームランが出ました。これで2打席連続のホームラン。三塁回って今ホームイン。
いや完璧に捉えました。見事なホームランです。そうですね。7番バッター和田、今日はここまで猛打賞を記録しています。いや固め打ちですね。当たってますよ。すさまじい集中力を見せています。タイガースホームランで得点を挙げています。変化球を持ってきましたがわずかに外れました。ボール先行です。ツーボールツーストライクと追い込んでいます。打った、抜けていきます。これで4打席連続のヒット、ワンアウトランナー一塁です。打順は8番梅野、先ほどの打席でツーランホームランを放っています。いやナイスホームランでしたね。はい、ここは気持ちよく初球打ち、これはどうか、レフト線フェアです。ファーストランナーセカンド回って三塁に向かう。バッターランナーは二塁まで進みました。これで2試合連続の猛打賞、ワンアウト三塁二塁です。痛烈、これはどうか、これはショートライナー。打順はトップに帰って真由美、先ほどの打席はセンターフライに倒れています。さっきは取られはしましたけど、あわやという大きな当たりでしたよね。バットは触れてると思うんで期待したいですよね。期待しましょう。2アウトになっています。これが3球目、外低めの球、ワンボールツーストライクです。打ちました、いい当たりだ、大きな打球になった、レフト、レフト見送った、スリーランホームランが出ました。これで3試合連続のホームラン、追加点が入りましたタイガース。いや完璧に捉えました。見事なホームランです。そうですね。現在のピッチャーの状態、まだ球数は多いというほどではないんですがどうでしょうか。バッターは2番松永。いや先ほどは見事なツーベースでしたね。ここも思い切っていってほしいですね。そうですね。タイガースホームランで得点を挙げています。これは一塁側のスタンドに入ります。しっかり捉えた、ライト下がっていく、下がっていく、惜しくも切れてファウルボールです。ノーボールツーストライクです。打ちました、これは浅いフライ、ヒットになりました。これで4試合連続安打、2アウトランナー1塁。ジャイアンツピッチャーが変わります。マウンドに上がるのは4番手の鍵谷。さあマウンドを任されたのは鍵谷、今シーズン2試合目の登板です。前回の登板では勝ち投手になっています。初球は際どいところに来ました、ストライクです。落ちる球を選択しましたが手を出しませんでした。打った、センターに大きな打球、ぐんぐん打球が伸びている、伸びてボールはそのままフェンスに直撃、ホームに送球する、ファーストランナー一気にホームイン、タイガース1点追加します。フェンス直撃のタイムリーヒット、タイガースちょっと一方的になってきました。4番バッター掛布、まず何を投げてくるか、高め打ちました、これはどうだ、田中一塁送球、判定はアウト、スリーアウトチェンジです。しかしこの回タイガース2本のホームランで追加点を挙げています。今日はバッティング絶好調、この打席でスリーベースヒットが出ればサイクル安打達成となります。いい当たり、これは大きい、伸びていく、外野大きな打球になった、センター深いところ破っていきました。バッターランナーは二塁まで進みました。これで4試合連続安打、ノーアウトランナー二塁です。今日はバッティング絶好調、この打席でスリーベースヒットが出ればサイクル安打達成となります。2球目打ちました、この打球はフライになっています。ショートが構えます、吉川が抑えています。ワンアウト、バッターボックスは7番和田、今日はここまで4安打を記録しています。いや絶好調ですよね。打った、レフトに強い打球、レフトバックする、バックする、レフトオーバーのヒットになりました。セカンドランナーホームイン、
バッターランナーは二塁でストップ。タイガース1点追加します。レフトオーバーのタイムリーヒット。タイガース大量リードとなっています。バッターボックスは8番梅野。いやさっきのツーベースは見事でしたね。はい、ここも狙っていってほしいですね。期待しましょう。2球目打ちました。さあどうだ。ワンバウンドヒットになりました。セカンドランナー3塁回ってホームを狙う。セカンドランナーホームイン。バッターランナーは2塁でストップ。タイガース1点追加します。タイガースなおもチャンスです。さあ打席には先発の西が入っています。まあここまで好投してるんでやはり続投でしょうね。そうですね。さあ追加点のランナーを置いた場面です。いい当たり、これはどうか。ヒットになった。三塁へ送球。これで3安打猛打賞。ランナー三塁一塁となりました。今日はバッティング絶好調。この打席でスリーベースヒットが出ればサイクル安打達成となります。打ちました。大きな打球になった。伸びていく。どうだどうだ。追いかけますが頭を越えました。サードランナーホームイン。バッターランナーは二塁でストップ。タイガース1点追加します。左中間へのタイムリーヒット。タイガースなおも三塁二塁のチャンスです。今日はバッティング絶好調。この打席でスリーベースヒットが出ればサイクル安打達成となります。ここは前進守備ですね。まあやはり1点もやらない。打った。高く上がった。頭上ぐんぐん入った。ホームラン。スリーランホームランが飛び出しました。これが今日3本目のホームラン。真ん中に入ってきたストレート、打ち返した打球は大きな当たりとなってスタンドに届いていきました。追加点が入りました。タイガース、いや完璧に捉えました。見事なホームランです。そうですね。バッターボックスには3番バース。先ほどの打席でタイムリーツーベースを放っています。頼もしいバッティングでしたよね。はい、打点を上げてチームも勝ってるんでここは余裕を持って臨めてるでしょうね。そうですね。タイガースホームランで得点を挙げています。この打球は入れました。ファウルボールです。ジャストミート、これは大きい。伸びていく。どうか。これはセンターの頭上を越えていきました。バッターランナーは二塁到達。これで6連打。ワンアウトランナー二塁となりました。ジャイアンツピッチャーが変わります。4番を迎える場面でマウンドに上がるのは高橋。さあマウンドに上がったのは高橋。今シーズン2試合目の登板です。初球は何から入ってくるか。打ちました。この当たりはどうか。外野ヒットになりそうだ。右中間真ん中破りました。セカンドランナーホームイン。バッターランナーは二塁でストップ。タイガース1点追加します。右中間へのタイムリーヒット。タイガースちょっと一方的になっています。今日はバッティング絶好調。この打席でスリーベースヒットが出ればサイクル安打達成となります。まずは変化球から入りました。これが2球目。痛烈な打球。打った瞬間確信、入った。ホームラン。ツーランホームラン。これが今日2本目のホームラン。真ん中に入ってきたストレート、ジャストミートした打球は特大のアーチを描きました。追加点が入りました。タイガース、いや完璧に捉えました。見事なホームランです。そうですね。バッターボックスには代打の八木。タイガースホームランで得点を挙げています。さあまず1球目、初球ストライク。これはサード、ビアヌエバ掴んで2アウトです。バッターボックス和田、先ほどの打席でタイムリーツーベースを放っています。いや勝負強かったですよね。はい、まあちょっと余裕も出てきたんじゃないでしょうか。はい、この打席も期待しましょう。2アウトランナーありません。さあ3球目は何か。
打ち上げました。この打球はフライになっています。ストレートに詰まって取りました、アウト。しかしこの回タイガース2本のホームランで追加点を挙げています。ここまでのハイライトです。1回の裏ノーアウト1塁の場面、2番バッター松永、2球目しっかりと捉えました。タイガースこの一発で先手を取ります。さらに続きます。ノーアウトで2塁にランナーを置いて迎えるは4番掛布、初球から狙っていました。タイガース2点を追加します。6回の裏タイガースの攻撃、8番バッター梅野、先ほどの打席でタイムリーツーベースを放っています。いいところで打ってくれましたよね。リードはしてますけど、この打席もしっかり集中していって打ちました。伸びていく、真ん中左中間破っていきました。打ったバッター1塁蹴って2塁に向かいます。バッターランナーは2塁まで進みました。これで5打席連続のヒット、ノーアウトランナー2塁です。まずはストライクを取りました。アウトコース、これは見送ってボールです。打ちました、高いバウンド取った、一塁送球します、アウト、ワンアウト。今日はバッティング絶好調、この打席でスリーベースヒットが出ればサイクル安打達成となります。打ちました、これはどうか、この打球は落ちそうだ、ワンバウンドヒットになりました。セカンドランナーホームイン、タイガース1点追加します。左中間へのタイムリーヒット、タイガースちょっと一方的になってきました。ここでタイガースダイソーを送ります。新庄セカンドランナーに入ります。今日はバッティング絶好調、この打席でスリーベースヒットが出ればサイクル安打達成となります。初球空振りです。2球目打ちました、ここは打ち上げています、ショートに任せます、掴んで2アウトです。3番バッターバース、前の打席はツーベースでしたからね、はい、今日はバットが触れてるようなんで、ここも思い切って狙っていってほしいですね。期待しましょう。2アウトになっています。さて西さん、このバース対左ピッチャーはどうなんでしょう。特に左ピッチャーが苦手という印象はないですね。そうですか。打った、ライトに強い打球、ぐんぐん打球が伸びている、伸びてライトが追いかけますが頭を越えました。セカンドランナーホームイン、タイガース1点追加します。ライトオーバーのタイムリーヒット、タイガース大量リードとなっています。今日はバッティング絶好調、この打席でスリーベースヒットが出ればサイクル安打達成となります。いいコースですが外れています。打ちました、大きな打球になった、ライトバックバックバックする、入りました、ホームラン、ツーランホームランが出ました。これが今日2本目のホームラン。真ん中に入ってきたストレート、しっかりと引っ張ったあたりはフェンスを越えていきました。追加点が入りました、タイガース。いや完璧に捉えました、見事なホームランです。そうですね、今日はバッティング絶好調、この打席でスリーベースヒットが出ればサイクル安打達成となります。初球簡単にストライクを取ります。まあ、ここは際どいコースも含めて狙っていく感じになりますね。なるほど、打ちました、レフト下がっていく、下がっていく、惜しくも切れてファウルボールです。打ちました、浅いフライ、ヒットになった、これで3連打、ツーアウトランナー1塁。今日は代打で途中出場、2回目の打席が回ってきました。先ほどの打席はサードゴロに倒れています。ヒットでランナーを1塁に置いています。打った、高く上がった、伸びていく、どうだどうだ、スタンドには届きません。バッターランナーは2塁到達、これで4連打、ツーアウトランナー3塁2塁。真ん中打ちました、ぐんぐん打球が伸びている、伸びてヒットになった、セカンドランナー3塁を回った、サードランナーホームイン、セカンドランナーも今ホームイン、追加点が入りました。
バッターボックスには代打の木戸。タイガースこの回は打者一巡の猛攻となっています。これではバットが出ません。ストライクです。追い込まれました。ワンボールツーストライクです。さあ勝負してくるのか。インサイド落ちました。ファールグラウンドへのフライです。最後はファールグラウンドで掴んで3アウトです。7回の裏タイガースの攻撃です。一方西さん、今日の試合打線はいい流れを掴んでると言えると思うんですが、いかがですか。いや本当ですね、見ての通りです。打線は思うと打ちました。ヒットになりました。打ったバッター1塁蹴って2塁に向かいます。バッターランナーは2塁到達。今日3本目のツーベースヒット。ノーアウトランナー2塁です。初球打ち、ワンバウンドヒットになりました。ホームに送球する。これで3試合連続安打。ノーアウトランナー3塁1塁。今日はバッティング絶好調。この打席でスリーベースヒットが出れば最高。痛烈入れました。ファールボール。まあ今のは仕留められてしまったという感じじゃないですかね。そのようですね。ここは中間守備ですね。まあ、補給してからどこに送球するのか。打ちました。ヒットになった。ホームに送球。サードランナーホームイン。タイガース1点追加します。ライト前のタイムリーヒット。タイガースなおも2塁1塁のチャンスです。バッターボックスは3番バース。先ほどの打席でタイムリーツーベースを放っています。頼もしいバッティングでしたよね。はい、打点を上げてチームも勝ってるんで、ここは余裕を持って臨めてるでしょうね。そうですね。次が3球目。インコースの変化球見ています。4球目は何で来るか。打ちました。痛烈な打球切りました。ファールボールです。インサイド落ちました。切れました。ファールボール。まあ、ここは際どいところも打っていきますが、明らかなドカーンと大きな当たりです。スタンドに入った。スリーランホームランが出ました。これで4試合連続のホームラン。追い込まれてからのストレート、きっちり捉えた当たりはフェンスを越えてスタンドへ。追加点が入りました。タイガース、いや完璧に捉えました。見事なホームランです。そうですね。今日はバッティング絶好調。この打席でスリーベースヒットが出ればサイクル安打達成となります。初球打ち伸びていく。ここは打ち上げています。初球から積極的に行きましたがセンター掴んでワンアウト。今日はバッティング絶好調。この打席でスリーベースヒットが出ればサイクル安打達成となります。このフライはヒットになりそうだ。ヒットになった。これで4試合連続安打。ワンアウトランナー1塁となりました。八木打席に入っています。先ほどの打席でセンターへのツーベースヒットを放っています。タイガースこの回7人目のバッターになります。高めの変化球から入りました。変化球タイミング合いません。ノーボールツーストライク。3球目見送っています。ボール。ここでコントロールミスが出ました。デッドボール。ああやはり痛めました。ヤギ選手、ただいま手当てをいたしておりますからしばらくの間お待ちくださいませ。ああ今やはり怪我が重いんでしょうか。ここでタイガースダイソーを送ります。バティスタがファーストランナーに入ります。バッターは7番和田。先ほどの打席でタイムリーツーベースを放っています。いいところで打ってくれましたよね。初球打ち、このチャンス打ち上げてしまいました。
インフィールドフライで2アウト、ピッチャーはちょっと苦しくなってきたでしょうか。今日は代打で途中出場、2回目の打席が回ってきました。先ほどの打席はファールフライに倒れています。2アウトになって初球打ち、左中間に強い打球、レフトセンター入りました、ホームラン、スリーランホームランが飛び出しました。大量リードさらに広げる大きなスリーランホームランになりました。初球でした。しっかりと引っ張った打球はファンの歓声とともにスタンドに入りました。追加点が入りましたタイガース。いや完璧に捉えました、見事なホームランです。そうですね、ジャイアンツピッチャーが変わります。マウンドに上がるのは中川。次はピッチャーの打順ですが、先発の西がバッターボックスに入ります。調子自体は悪くないんで引き続き投げさせるということですね。これも初球打ち、ヒットになりました。これが今日5本目のヒット、2アウトランナー1塁。今日はダイソーで途中出場の新庄。まあ先ほどのヒットはいい当たりでしたね。今日はタイミングが合ってますよね。期待しましょう。高め打ちました、ワンバウンドヒットになりました。ファーストランナーセカンド回って三塁に向かう、これでマルチヒット、2アウトランナー三塁二塁。今日はバッティング絶好調、この打席でスリーベースヒットが出ればサイクル安打達成となります。引っ張ったミヤヌエバ、一塁へ送ります。一塁アウト、スリーアウトです。しかしこの回タイガース2本のホームランで追加点を挙げています。タイガースのリード広がっています。今日はバッティング絶好調、この打席でスリーベースヒットが出ればサイクル安打達成となります。さて西さんも1999年に対広島戦でサイクルヒットを達成されていますが、当時を振り返っていただいていかがですか。最後はホームランだったんですけども、ラッキーでしたね。今日はバッティング絶好調、この打席でスリーベースヒットが出ればサイクル安打達成となります。打ちました、これは大きい、伸びていく、この打球は落ちそうだ、右中間破っていきました。打ったバッター一塁蹴って二塁に向かいます。バッターランナーは二塁まで進みました。これで4試合連続安打、ワンアウトランナー二塁となりました。今日はバッティング絶好調、この打席でスリーベースヒット、高めのボール、ヒットになった、バックホームする、これで4試合連続安打、ワンアウトランナー三塁一塁。ここでタイガースダイソーを送ります。デスパイネがファーストランナーに入ります。まず変化球決まってワンストライク、高めのボール、ファウルになります。中間守備で来てますから、どの塁に送球するかの一瞬の判断が重要になってきますね。なるほど、打ちました、これはどうだ、取った、ホームに送球、一塁へ、サードランナーホームイン、タイガース1点追加します。フィルダースチョイスでの得点、タイガースなおも二塁一塁のチャンスです。打席には7番バッター和田。バッターボックスには代打の糸原。打ちました、ワンバウンドヒットになりました。三塁を回っていく、セカンドランナーホームイン、ホームに送球する、ファーストランナーもホームイン、タイガースが突き放します。タイガースちょっと一方的になっています。バッターは日戸、先ほどの打席でスリーランホームランを放っています。いやナイスホームランでしたね。ここは気持ちよく打席に入ってるでしょうね。はい、この打席も期待しましょう。低めいいところに持ってきましたが外れます。インサイド落ちました、ヒットになった、ホームに送球する、
サードランナーホームイン。タイガース1点追加します。センター前へのタイムリーヒット。タイガースちょっと一方的になってきました。バッターは西。まあ先ほどのヒットはいい当たりでしたね。はい、今日はバットが振れてると思いますよ。そうですね。タイガースこの回7人目のバッターになります。セーフ。横への変化球が決まります。ナイスボール。このクロスファイヤーがいいですよね。変化球空振り、ツーアウトになりました。打順は1番に帰ります。バッター新庄、今日はここまでマルチ安打を記録しています。打ちました。レフトに大きな打球、伸びていく。どうだどうだ。バッターランナーは2塁まで進みました。これで3打数3安打の猛打賞。今日はバッティング絶好調。この打席でスリーベースヒットが出ればサイクル安打達成となります。打った、左中間に強い打球。さあどうだ、フェンス直撃。サードランナーホームイン。そしてセカンドランナーも三塁回って、今ホームイン。追加点が入りました。タイガース、フェンス直撃のタイムリーヒット。タイガース大量リードとなっています。今日はバッティング絶好調。この打席でスリーベースヒットが出ればサイクル安打達成となります。これは手が出ないか。ストライクを取ります。ストライクを先行させていきます。追い込みました。打ちました。このフライはヒットになりそうだ。ワンバウンドヒットになりました。セカンドランナーホームイン。バッターランナーは二塁でストップ。タイガース1点追加します。右中間へのタイムリーヒット。タイガースちょっと一方的になっています。バッターはダイソーから起用されているアリアス。前回のゲームではホームラン2本を含む5安打の大活躍でした。いや当たってましたよね。さあ今日もバッティングは好調なんでしょうか。真ん中打ちました。ヒットになった。これで4連打。ツーアウトランナー3塁1塁。バッターはダイソーから起用されているデスパイネ。ツーアウトランナー3塁1塁と変わります。厳しいコースでした。まずは見送ります。今の球は打っていかないといけませんね。はい、ここは集中を切らさないようにしていきたいところ。インサイド落ちました。キャッチャーが落下点に入ります。掴んで3アウト。しかしこの回タイガース連打連打、打者一巡の猛攻で得点を挙げています。タイガースのリード広がっています。タイガース打ちに打ちました。大量リード、大量得点で勝ちました。これで連勝は4となりました。西さん、やはり連勝しているチームの勢いを感じる、そんな勝利ですね。まあやっぱりね、勢いありますよね。もう強さは本物ですよね。確かにその通りですね。勝ったタイガース、大量点を取って大勝ということになりました。一方のジャイアンツですが、非常にダメージが残りそうな、そんな今日のゲームになりました。ご覧のように今日のゲームはタイガースが快勝ということになりました。今日の解説は西俊久さん、里崎智也さんのお二人でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。このあたりで京セラドーム大阪から失礼いたします。お忘れ物のございません。